2018年2月4日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第2797話、鬼。1、鬼になった人の話文祭りごと12年、1829年、6月8日のこと。島の南部藩からの命令で、この町で山狩りが行われた。これは盾の武石右衛門という漁師がリーダーとなり、辺り一帯の村や町に住む武士や町民、農民までもが狩り出された大規模なものであった。この山狩りの目的は鬼退治であった。昔、南部藩はいくつかの、小、南部藩に分かれており、島のはその小南部藩の城下町として栄えていた。ここにとある武士。一説によるとこの武士は南部高能寺にあたる人だったというから、この人も南部の姓を持つ由緒正しき侍であったことには違いない。がいたこの武士はある日、何の故があったのかわからないが発狂してしまい、刀を抜いては人に切りつけるようになった。藩主はこれに困り、彼に閉門を申し付けたが、それを逃げ出して山中に逃げ込んだのだという。そして山から山を渡り歩くうちにいつしか完全に理性を失った彼は、時々思い出したように里に降りては、誰彼構わず人に切りつける、鬼になってしまったのだという。何しろ狂人であるからその行動は全く予想がつかず、人々はただただ恐怖に震えるしかなかった。一、その武士があるとき、確かな情報筋によって俺の町のとある山に逃げ込んだという情報が入った。この情報が島の南部藩に上申された結果、南部高から彼の討ち取り命令が下った。その陣頭指揮を取るように南部高から直々に命令されたのが盾の武石右衛門だった。彼は村一番に名を轟かせた狩人で、豊かな体育と豊富な経験、山の獣相手に培った胆力があった。武石右衛門は火縄銃の達人でもあり、南部高から武士の位を賜ったほどの強しの者だった。しかし、今回の敵は鬼だった。さすがの彼も、この名誉の仕事が成功するかは五分五分であった。彼は山狩りの直前、手に手にあり合わせの武器を持った山狩り要員に対し、敵を飛ばした。皆様ご苦労であった。しっかり気をつけなくてはならない。もし歯向かってきたならば、しっかりしなくては危ないぞ。いくら狂人といえども竹茂芸の達人であるから、逃してはならない。俺は、一発で仕留めるつもりだが、もし者損じると、お殿様に申し訳が立たぬ。皆もしっかり頼む。この劇を潮に、いよいよ山狩りが始まった。3、山狩りが開始されてすぐ、九段の武士が発見されたという情報が武石右衛門の下に届いた。我が町の陣ヶ沢というところに、畳石という大石があったのだが、この上は名前の通り平らで、その上で発見されたのだという。武石右衛門は一同を引き連れ、この畳石に来た。畳石に近づくと、確かに石の上に人影があった。しかし、その姿は人間というにはあまりにも凄惨なものであった。狂人の髪は伸び放題になり、上等な着物は見る影もなくボロボロになって体に張り付いていた。髭もボウボウに伸び、目だけがランランと光り輝いていた。彼は畳石の上で、どこから捕まえてきたのか、蛇を捕まえてガリガリとかじりついていた。その姿は、まさに悪鬼そのものの姿であり、その姿を見た者を気絶せしめるほどのものだったという皆が狂人侍の姿に恐れおののく中で、武石右衛門は先頭を切って畳石に近づいていった。そしてなんとか火縄銃が届く距離まで近づいた武石右衛門は、静かに火縄銃を構えると、引き金を絞った。誰か、無礼な。狂人侍が発したのはその一言だけだったという。武石右衛門が放った銃弾は一発で侍に命中し、侍は仰向けによろけると、そのまま倒れて動かなくなった。勝ち時の声を上げて狂人侍に近づくと、全員が絶句してしまった。見れば、この侍は天をつくような大男で、筋骨隆々の体はすでに人間の息のそれではなかったという。彼は山から山へ逃げるうちに、
いつしか完全に人間ではなくなっていてしまったのだろうよ。ともかく、このアッキを討ち取ったタケシーシエモンは、このことをすぐさま南部公に報告し、山狩りは終了したこの狂人侍はさすがに罪を重ねすぎていたためか、家中の墓に葬られるわけにはいかなかったらしく、農民たちの手によって、日陰というところの山のふもとにて厚く葬られた。この侍の供養碑には、正し山行儀故事、と記された。正気を失った武士への、せめてもの手向けであった後に、住民たちはこの侍のために念仏塔をこしらえ、この侍の冥福を祈願した。この念仏塔とは車仏というもので、外場に車輪がついたもので、これをくるくる回して個人の速やかな、輪廻転生を祈願するものである。人々は折々、この車仏の車輪を回して、侍の霊を手厚くとぶらったこの侍の霊は、現在も近隣住民によってお盆に供養されているという。この侍の墓も残っているが、風で風化したのか、正し山行儀故事。の文字を読み取ることはできない書き方のせいで創作っぽくなったが、一応我が町の正真正銘の歴史だ。このスレの本義からは離れるかもしれんが、一応本当に歴史に登場した鬼ということで書いてみたわ。人間が鬼になるというのはさかしこういう理由からなのかもしれん。ネットで見つけた怖い話。第2798話、雲。実際に起こった話、らしい。明治の初めの頃、天気の日であった突然、落雷のような轟音が響き渡り、人々は驚いて家を飛び出した。上空には一本、棒のような白い雲が尾を引いていたが、それ以外は何も変わることのない、ただの青空だった。大人たちが不思議がっていると、近くで遊んでいた子供たちが悲鳴を上げた。あれあれ、ヤタザル。貝歯を入れるザル。のような頭に二本の角がある化け物が飛んでくる。子供たちは恐慌状態に陥って大人たちの足にすがりついて泣き始めたが、大人たちには何も見えない。ただ青空に一本の雲があるだけであると、突然その雲の先がスルスルと地上に降りてきたかと思うと、大人たちの頭上をかすめ、村外れの西畑というところに落下した。大人たちはまた驚き、急いで墜落地点に向かった大人たちが駆けつけると、西畑の田んぼに、クレーターのような大穴がぽっかりと開いていた。しかし、やはりそれ以外はやはり何もない、いつも通りの田んぼであったという。ちなみにばあちゃんもこの件については家族に聞かされて知ってるらしい。ばあちゃんの話によると、昔、傘に尾のついたものが空を飛んでいったらしい。ちなみに昼間のことだったという。ネットで見つけた怖い話。第2799話、お守り。1、空気読まずに投下。投方向にすげえビビったことがあった。長いし、できすぎた話だから信憑性ないと思う。つまんなかったらごめん。霊感ある人にオカルトなスレを見せたら何か起きた、みたいな話ちょいちょいあるじゃん。だから、こないだそれを実証してみた。霊感あるって噂のやつにシャレコアのまとめサイト携帯で見せて、この中に本物あるって聞いたんだ。そしたら鼻で笑って、わかるわけねえだろ。なんて軽くあしらわれたから、ちょっとカチンときて、なんだよつまんねえな、どうせお前霊感なんてないんだろ。って言い返した。なんかごちゃごちゃ言われたんだけど、まとめると。ネットはいろんなもの。気配とか、大げさに言うと思念。が混ざりすぎててわけわかんない。情報じゃなくて物体や場所なら確実に何かしら感じるものはある、ということらしかった。嘘っぽ、わらにやにやを押し殺すのに必死、わら。だからお前さ、例えばだけど、もし誰かにもらったものを忘れてたら何かあるかもよ。もらい物って多かれ少なかれいろいろこもってるから。放置ならまだマシだけど、カバンの底に眠ったまま毎日持ち歩いたりしてたら最悪。
こもったもの薄れない。異性からの贈り物とか絶対気をつけろよ。お守りとか、中の見えないものは特に、はいわい、わらわろすわろす、わらに。でもそこまで言われたらさすがにちょっと怖い。俺が今使ってる通学カバンは中3の時から持ってるエナメルで、横のポケットなんか何が入ってるやら、正直さっぱり。だから全部ひっくり返してみたわけ。そうしたら、本当、自分でも信じられないんだけど、お守り袋出てきたんだ、底式の下から。ゲットを持って記憶たどったら、中学の時にクラスの女子からもらったやつだった。死ぬほど怖かったけど、もうここまで来たら開けないわけにいかないだろ。毒クラはバサラまで。一生分の勇気振り絞って開けた。中に入ってたのは折りたたまれたピンクの紙だった。赤い紐が結んであった。その中身も見てみた。俺とその女子の名前がハートで囲まれて書いてあった。そんだけ、ビビらせてくれた割にたいねえ、わら。いやまあ、まだビビってたけど、わら。それでも一応は落ち着いて、髪を戻そうとお守り袋をもう一度開けた。長い髪の毛も2、3本入っておられた、泣くかと思った。結局、そのお守りはどうしてよいかわかんなくて、未だに手元にある。今はそれより、友人の方にビビっている。どうしよう、あいつ本物なのかな。お守りの件とか速攻相談したんだけど、知らん。の一言でスルーされた。呪ってやりたい。ネットで見つけた怖い話。第2800話。誰もいない。昔ドイツなど、中央群馬に詳しい先生の研究室に行った時のことだ。一枚の写真を見せられた。質素な教会で。静かにミサをしている写真。純朴そうな村人が数人写っていた。何もおかしなところのない写真。だが何かが？先生、この写真は？緊張に耐えられずに聞いた先生は、静かに答えた。この教会は、誰もいなかった時に撮ったんだよ。先生は、ドラキュラや狼男などの怪奇譚を集めておられた。実は、少し前だが、私の似た経験を話したことがあった。子供の頃、北陸のある町の寺に祖父、父、兄と私で行ったことがあった。住職の度胸とおそかな雰囲気に子供心に息も詰まる思いだった。十分ほどした時、後ろに何者かの気配を感じた。振り返ると時代劇に出るような姿の人が数人いるのが分かった。何度か見たが、静かに敬を捧げているように見えた。本堂の中が明るくなった時、もう誰もいなかった。帰り際、父が、したのが、住職が祖父に、あなたもこれで、みたいな話をしていた。祖父の家に数日滞在し、家の菩提寺は、昔柴田勝家の廃山の彰子をとぶらった寺であると聞かされた。先日の体験を話すと、祖父はうなずいた。父は何も話さなかった。ネットで見つけた怖い話。第2801話、雨の中。友達から聞いた話ですが投下します。私を怖がらせようとした話です。ある大学生の男女5人が、車で山へ泊まりかけのキャンプに出かけた時の話。キャンプ2日目の朝にして予報外れの大雨に見舞われてしまい、5人はあえなく下山する羽目に。カーブの多い坂を、他愛のない話をしながらも慎重に下っている最中、5人のうちの1人の女が窓の外の何かに気がつき目を奪われる。今まで楽しげな会話に声を張り上げていた女の、突如とした不審な様子に気づいた一行は女の視線の先に目をやると、この横殴りの雨の中、傘も差していない軽装の女性が、一人うなだれて立っている様子が目に入る。別の女が言う。乗せて行ってあげようと。しかし他の連中は、あまりいい顔をしない。そのうち女のすぐ横まで車が到達してしまう。運転する男は、ずぶ濡れになった女を心配し、少しだけスピードを落としてやり、様子を伺うが、
例の女は、こんなにそばに車が近づいているというのに、こちらに全く気づいていない様子。ピクリともしないで、下を向き、強い雨に叩きつけられている。顔が見えない。とうとう不気味になってきた一両はずぶ濡れの女の横を走り抜け、一息ついた。が、突然運転手の男が今までの安全運転とは打って変わって、狂ったようにハンドルをさばき、スピードも坂も手伝って恐ろしいものとなり、死を覚悟するほどの危険な運転となる。当然パニックに陥る車内。突然の出来事に理解できず泣き出す女たち。なんとか山のふもとまで降りてきていて、近くのコンビニに車を滑り込ませると、運転手の男が真っ先に後ろを確認する。落ち着いた4人が男から聞いた話に耳を疑う。先ほどのずぶ濡れの女が、ものすごい勢いで、四つん這いの格好で、追いかけてくるのがバックミラーに映っていた。そしてすぐに別の男が、雨による視界の悪さで見間違えたのだとフォローをするが、女たちは黙ってしまった。明るさと大人数による、多少の強気からの行動だったのだろうが、あんなに不気味なものに近寄ってたことは今でもゾッとすると運転手の男は言っている。終わりです。ネットで見つけた怖い話。第2800には、エレベーターの中の女。8階に住んでいる仕事が忙しく帰りはいつも深夜だ。にわか雨が肩を濡らすが気持ちいいくらいに思っていた。ただ、いつもは明るいはずのエレベーターホールがやけに暗く見えた。暗いのもすぐに理由がわかった。何本かの蛍光灯の1本が切れている。今に始まったことじゃない。ここの管理人は仕事が遅いエレベーターが1階につきドアが開いてよっとした。中に人がいるドアに背を向けじっと立っている赤いリボンと赤のワンピース。女だ。乗り込むのを一瞬躊躇したが乗らないのも変なのでそっと入り込んだ。女に背を向けた状態で8階を押した。ボタンがどれも押してないことに気がつき失敗したとすぐに思った。自分の住んでる階を押したくなかった階上ランプを見つめながらエレベーターってこんなに遅かったかって考えていた。女は後ろを向いたままじっとして動かない。8階につきエレベーターを降りたが女は変わらず後ろを向いている部屋につき少し落ち着きシャワーを浴びた。ビールを飲みに缶目を飲もうとして冷蔵庫が空なのに気づいた。近くにコンビニがある。サンダルを引っ掛けエレベーターを呼んだ。ドアが開くと女が乗っていた。さっきと同じ格好で背を向けじっと動かない今度は乗れなかった解説よろしく。今日のオカルトスレ。樹園の家って固く捜索した警察官も全員殺されちゃうの？どうなの？リンク。そいつの隣んちの親戚まで死ぬ。亡霊さすがに身勝手すぎるだろ。200人ぐらいで行ってみんなでパーティーしても殺されちゃうん。幽霊忙しいな。トイレで一人になったところを襲われるよ。かやこはみんなでいても襲ってくるんだな。家中、屋根裏とかも含めて満員電車並みに人引き詰めて幽霊一匹出てくる隙間ないくらいにしたらどうなるんだうな W。その場じゃなく後日次々と殺されていくだけ。入った人だけじゃなくてその人の身内や知り合いも殺されるんだっけ？身内とか知り合いが一人もいない奴は助かるのかな。呪いのビデオ完了。一週間後テレビから出てきた貞子とキャンド2539この壮絶な戦いが始まる。貞子 VS キャンド2539。カミングスーン。固く捜査どころか偶然家の前通って家の窓見てなんかいたらもう呪いかかってるからな。どの樹園の映画か忘れたけど、家の中に入ってなかったのにてか何かに引っ張られて強制的に家に入らされたのはさすがに理不尽だと思った。門入ったらアウト。外でも呪われた人間と関わったらアウト。理不尽上。どこかに考察サイトあったけど、
踏み込んだら確実に死んで、あの町に住むと高い確率で死ぬんぬん。じゃあ殺したい奴がいたらそこに送り込んだらいいのね。すぐに丸されなかったら後日、何もなかったぜ。って報告されて自分も呪われる。貞子 VS キャンド2万、539コアエイプリルフールネタで終わらせずにマジでやってほしいわ。かやこ最強伝説。手始めに旦那す。家に入ったやつもす。家に入ったやつと接触したやつもす。日本滅亡の後に世界へ。人類滅亡の後に宇宙へ。宇宙滅亡。高次元体に喧嘩売る。頑張るが大勢に無勢で封印される。勘。高次元体ってなんだ？神？多分肉体捨てて消化したしを超越した存在だろ知らんけど。グレンラガンとかじゃね。なんか貞子もそうだがホラー系で行き過ぎちゃうと冷めるな。リングも仮想世界やらループ系になったし。僕の考えた最強の幽霊。10人ぐらいでびっくりするほどユートピアしたらどうなるの？ユートピア中に一人が発狂して血を口から吹き出して死ぬ。ビビった残りのメンバーも帰った後じわじわと殺される。固くそ。おしまい。